2018年6月18日9時52分 NHK は18日午前。2018年6月、連続テレビ小説、半分、青い、朝一、などの放送を取りやめて、近畿地方で発生した地震を速報で伝えた。気象庁の発表によると、同日午前7時58分ごろ、大阪府北部で震度6弱の地震があり、京都、兵庫などで震度5、奈良、香川などで震度4を記録した。同局は発生直後から、同ドラマの放送を休止して対応。また、民放各局も8から9時台のワイドショーで、予定さ、出ていた企画を飛ばし、地震のニュースを伝えた。テレビウォッチ